はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルミッシュです。ではファミスタクライマックス6周目、ドリームペナントを続きをやっていきたいと思います。今回はタイガース、3位のタイガースとの戦いになります。じゃあ例によってファミダスをね、引いていきましょう。もうオール金でね、固めていきたいなと思ってますんで、ここもしっかり金カードを引いていきたいところですが、やっぱりね、そこまで金色が出てくる確率って高くはないので、1枚出てくればいいかなっていう感じですね。ここまで、なかなか金色は出てこない。PP ポイントがね、すでにパンパンではあるんで、新しい金色選手を手に入れるんであれば、入れ替えが前提にはなってくるんでね。ピンポイントで欲しい選手、欲しいポジションに入ってきてくれると、金色カードがより生きてはくるんですが、どうだ？今回はちょっと金色はないかな。残念。ちょっと出なかったですね。とはいえ、戦力はすでにかなり充実してますんで、現状の戦力で、このタイガース戦、できれば3連勝していきたいですね。で、実は先週の週末は弾丸でタイの方に遊びに行っていた関係でですね、実はこのファミスタクライマックス久しぶりのプレイです。なので、ちょっと見ていきましょう。まず1番角中で、2番に菊池、3番糸井、4番に畠山で、5番に柳田、6番坂本で、7番はサードでレアードを入れてます。で、8番キャッチャー森で、今日の先発は大谷翔平っていう感じですね。現状を見てみると、実は2位に甘んじているところではあるんで、できればこの3連戦は確実に勝っておきたい。おっと、微妙に落下点がずれたか。飛び込んだことによって、これでワンアウトランナーが3塁。これは1点入るな。2塁まで行かれるかな？行かれるね。高山にツーベースか。で、4番は、阪神の4番は福留。ここは何が何でも抑えておきたい。1点でね、食い止めておきたいところではあるので、落としていきましょう。よし。福留は空振り三振。んで、5番原口。この原口もミート、パワーともに A プラスになってるんで、正直バットに当てられると持ってかれる可能性があるし、この辺りはタイムリーツーベースになりますね。大谷厳しいな。これは入るか、持ってかれるか。持ってかれた。やっぱりコンピューターレベル強いにすると、相手も結構ガシガシ点を取ってきますね。これは切れていきます。4点取るってなかなかね、うわー、やってしまった。厳しいんですよね。久しぶりのプレーだというのもあって、守備のミスも今みたいに出てくると大量失点可能性が出てくるんでね。大谷はこの回までかな。もう体力が1ミリしかないですからね。まずはこの回、最低でも1点2点を返しておきたいですね。角中がセンター前で、この菊池のあたりはセンターフライになりますね。ランナー進めず。
で、こっからはね、期待の重量打線になるんで、思い切って強振をしていきたいですが、メッセンジャーの剛速球。これはゲッツーになるか。大丈夫だね。なんだ、変な感じでツーベースになりましたね。ラッキーラッキー。で、4番の畠山。ここは、一発が欲しい場面だけど、メッセンジャーの剛速球はなかなか打ちづらいですね。ここももう一回強振でいきましょう。よし、結果的にワンアウト満塁で柳田。これはバックネットを越えていきます。おっと、うわー、やられたなー。今のは大和のいいプレーでしたね。確実に抜けるかなという当たりでしたけど、最悪のゲッツーになりましたね。で、大谷はなんとかこの回までは投げ切ってほしい。よし、今みたいなね、プレーが出てくれるといいんですけどね。これは一塁はアウト。レアードなかなかいい肩してますね。で、攻撃は坂本からになります。よし、坂本の足なら二塁は余裕でしょう。で、この後なんですよね。レアードは一発があるんで、思い切って打っていきましょう。どうだ、入るね。で、森なんですが、この後が、大谷のところなんですけど、大谷をそのまま出していきましょう。バッティングもね、当然大谷できるんで、大谷はそのままバッターボックスに行って、次の回は大谷からチェンジですね。これもボール球かな。2点止まりか。で、ちょっと大谷はこれ以上続投は厳しいので、投手を変えていきましょう。大谷のところには、田島を入れていきましょうか。これは大丈夫だよね。二塁はセーフ。これは高く上がってますね。これでワンアウトランナー二塁で原口。もうこの辺りは確実にスプリット等々で空振りを取っていきましょう。で、鳥谷ですね。前の打席ではホームランを打たれている鳥谷。この鳥谷もスプリットで三振にしていきましょう。なんとかこの裏の回、最終回ですけど、3点取って逆転していきたい場面になりますからね。メッセンジャーからマテオに変わってます。マテオもね、ボール速いですからね。165キロが。これはボテボテの当たりだけど、かえってヒットになる。よし、これはダメだな。セカンド A のイージーフライになりましたね。ボール球に手が出た。最後の強振だったんですが。そしてこの高速スライダーは打てないね。うわ、最後は落としてきた。これで2アウト。よし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 、パスボールだ。これで2アウトながらランナー3塁2塁。1本出れば、まあ、糸井の足なら場合によっては帰ってこれますね。どうだ、高く上がりすぎたかな。初戦は落としたか。残り2戦、絶対負けられないですね。ちょっと大谷でいつも勝てないんだよな。この1戦目落としたことによって3位に転落するリスクもあるし、何よりドリームペナントを制覇してドリームファイナルに進むためには優勝しかないんで、
最低でも勝ち越しが必要になってくるところですからね。おお、タイガースが1位に躍り出てる。ってことは、まずこのタイガースを潰しましょう。次で、この2戦目、絶対に勝たないといけないな。そうすれば逆に、うまくいけば、うちらが、1位になれる可能性もありますね。さあ、今日の先発は、バンデンハーク。糸井とかも怖さしかないからな。もう抜かれたか。強烈な当たりだったな、今の当たりも。糸井とかも怖さしかないですね、本当に。この北条は確実に仕留めたい。この後怖いバッターが本当にびっくりするぐらい続きますからね、タイガース打線は。まあ、これはしょうがないかな。で、福留ですよ、福留。この福留を確実に抑えないと危ないけど、打たれたか。その福留にタイムリーですね。福留にタイムリー。止められないんですよね、相手打線の攻撃を。これは危ない。剛速球を完璧に打たれましたが、なんとか切れていってくれましたね。で、前の回、前の試合かな、痛恨のホームラン打たれている鳥谷。この鳥谷は確実に抑えておきたい。よし。遅いボールで空振り三振。まあ、最少失点の1点でしのいだんで、まずは同点。勝ち越し狙っていきましょうというところで、能見か。抜けていくね。よし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 。お返しとばかりに二塁まで行ってくれ。角中が出てくれれば、菊池は送らずにヒッティングかな。遅いボールで空振り。第2球は、これはダメだぞ、ダメだぞ。ダメだねー。悪循環が出ちゃいましたねー。もうちょっと戻る判断を早くした方が良かったですねー。よし、これは抜けていく。糸井の足ならサードいけるか？無理だね。いやー、もったいなかったですねー。いやー、厳しいね、やっぱり。まあ、とはいえ、1点差のまま食らいついていく以外に道はないですからね。抜けていくか、飛びついた方が良かったかな、今のは。もう先頭打者を出すのは本当に良くないんですけどね。大和の当たりはセンターじゃない、セカンドフライですね。で、能見ですが、能見に打たれるともう最悪なんでね、能見はきっちり抑えましょう。で、怖い怖い糸井、これは切れてってくれ。いやー、糸井怖いわー。なあ、ダメかー。セカンドもセーフですね。しかも、無意味にファーストに投げてる間に、糸井には三塁に行かれるっていう、恐ろしいなー。糸井は本当に怖い。よし。コーナーをついて、北条は、見逃し三振にしましたけどね。また1点取られちゃったなー。能見はこのボール多いですね。外に逃げていくボール。なので、外にボールが逃げていくのを前提に。それでも打てないか。遅いボールだね、今度は。
農民は打ちづらいな、本当に。本当に打ちづらい。レアードのあたりはちょっと当たり損ないですね。高山へのレフト、高山へのフライですね。じゃあここでもう完全にバテ切ってるんで、満点把握から田島へとスイッチしていきましょう。田島はスプリット持ってるんで、まあ安心して送り出せるピッチャーですね。よし、ナイスプレー。ただ油断してね、この辺りで福留とかに一発打たれるっていうのは避けたいんで、確実に三振でアウトカウントを取っていきましょう。やっぱりこの落ちるボール持ってるとかなり安定しますよね。さあ、では森からの最終回。これは落ちてくれ。よし、森の足でも二塁にはいけるでしょう。で、田島のところには代打を送っていきましょう。で、代打で誰を使うかですが、まあ、数はそもそもいないのでバレンティンにしましょう。これで同点にできれば。完全なボール球ですけどね。なあ、あそこまでキレがあるとなかなか打てないな。角中のあたりはよしよし、これで逆転ではない、同点のランナーが一塁にたまりましたね。で、菊池だ。菊池のあたりはただショートフライですね。さあ、ここで糸井一発狙っていきましょう。逆転のスリーランを狙っていきましょう。抜けていくか。ただホームまでは帰ってこれないね。これで1点差。ちょっとドキドキする展開が続きますけど、マテオのところに藤川か。火の玉ストレート。追い込まれた。怖いな。これはダメか。いやー、阪神強いな。ブランクがあるとはいえ阪神強い。となると3連敗だけは絶対できないんで、次の試合は必勝を期していきましょう。まあ、なんといってもまず初回絶対に0点で立ち上がることですよね。で、注目の今日の先発ですが、まあ、先発がね、さっき言ったように、1回の表、初回0点で抑えること、これにつきますからね。今日の先発は岸。で、怖い怖い糸井ですからね。タイガースの方は先頭バッターが、この糸井を確実に、多少スタミナを削ってでも って言ってる矢先から糸井に持ってかれるか。マジ何なんだよ糸井とか言って、強すぎんだろいくらなんでも。初回を0点で立ち上がれないですね。これも大きい当たりだけど、高山にも2ですか。で、福留でしょ。危ない当たりですね。くー、これはセンター前ヒット。危ないけどこれは入るか、持ってかれたか。いやー、
大量失点だな、ここも。おお、ポロってるよ、しかも。いやー、タイガースに3連敗か。そういうわけにはいかないぞ。まだ試合は始まったばっかり1回の表だ。ここまで打線が湿りがちですからね。打線に奮起してもらいましょう。投手陣が踏ん張りが効かない以上は。岸も乗っかうとか、1回持たずに。そうするとマーティンを出していきましょう。今日はホームベース上でちょっとボールを動かしていきますか。少しね。少し投球が単調になっていたんじゃないかっていう反省もあるんで、これは大きい当たりだぞ。ただ追いつくね。福留が追いつきます。これは切れていきます。5点ビハインドなんでね、1点ずつちまちま返すっていうよりかは2点3点とある程度まとめて返していきたいんで、ランナーを貯めるということを心がけていきたいところですが、簡単に2アウトになってます。最後は岩貞の遅い落ちるボールに空振り三振。少しホームベース上でボールを動かしていく。抜けていくか。なんとかね、この回追加点を取られていくようでは、もうちょっと勝利が絶望的な状況にもなりかねないので、勝利を諦めないためにもここは0点で抑えたいですね。福留は空振り三振で2アウト。原口はショートゴロで3アウトですね。さあこの回だ。まずは畠山が二塁まで行けるかどうか。ちょっと畠山の足だと二塁が厳しいかな、今の当たりでも。いやー、思わず変な声が出ちゃいましたけど、ピッチャーライナーか。こういう時はもう何やってもダメですね。ここもダメか。ここはマーティンに引き続き投げてもらいましょう。ボールをやっぱり多少動かしていくことをしていかないとなかなか抑えられなくはなってきてますね。岩貞はそのまま打席に入ってくるか。まあそれそうだよな。5点リードだと結構余裕ありますもんね。さあ5点を追う最終回。おお、すげえプレーだったけど、よかった取られなくて。ではマーティンのところには代打で、バレンティンを出していきましょう。これは入らないまでもランナーは貯められるね。
よしよし。まあこの後のためにも1点でも2点でも返して気持ちよく次のカードに進んでいきたいですからね。追い込まれた。だ、最後は強力な剛速球でしたね。これは抜けていくね。まあ、まずは1点で、このあとですね、問題は。よし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 、2点目。これはちょっと上がりすぎたかな。最後は畠山が打ち上げて3連敗が、この3連敗は効いたな。はい、というわけでちょっと不甲斐ない試合をお届けしてしまいましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、今回3連敗を補起したことによって順位がちょっと下がってしまっていると思うんで、このドリームペナントを制すためにはこの後も本当に負けられない戦いが続いていくなというところになりますね。はい、というわけで次回はヤクルトとの3連戦、お届けしていきたいと思いますので、引き続きちょっとね、今回は3連敗ということで情けない結果になってしまったんですが、皆さんの応援をよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。